鈴木里奈と池田佳穂の G アップスプラウト。この番組はチャンネル銀河、MTV、他の提供でお送りいたします。 G アップスプラウトはラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイッツコムチャンネル10で同時に生放送中です。皆さんこんばんは。スプラウトメンバーでお送りする G アップスプラウト、今夜はセントフォーススプラウトの鈴木里奈と池田佳穂でお送りいたします。佳穂ちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 G アップスプラウトへようこそ。ありがとうございます。はい、初出演おめでとうございます。ありがとうございます。はい、緊張していますか？はい、とっても緊張しています。そうですよね、私も初出演の振り返るととても緊張してたのを思い出すんですけど、あっという間なので楽しんでいきましょうね。はい、はい、ではリスナーの皆さんにも佳穂ちゃんのことをとことん知ってもらいたいので、まずは30秒自己 PR からお願いします。はい、佳穂ちゃん準備はいいですか？はい、はい、それでは30秒自己 PR スタート。はじめまして、セントフォーススプラウトの池田佳穂です。私の名前は花が歩くと書きます。お花を見ると自然と笑顔になってしまう人は多いのではないでしょうか。私もお花のように周りを笑顔にさせながら自分の道を歩んでいけるようにと、この名前を母から親からいただきました。この名に恥じぬよう周りを幸せにしながら生きていけるように頑張ります。おいいね。お、素晴らしい。花がありますからね。名前の由来がいいね。ありがとうございます。カホちゃんって僕検索できるから、花歩きって打ってカホにしてます ね、 はい、華やかな、そんなカホちゃんのことをもっともっと知りたいの で、ね、今から私が10個の質問をします。はい、それにテンポよく答えてください。はい、はい、それでは質問スタート。出身地は？東京都です。趣味特技は？お散歩をしながら空を見ること。特技はスリーポイントシュートです。すごい。尊敬する人は？母です。お、好きなアーティストは？福山雅治さんです。うん、得意な早口言葉は？生麦、生米、生卵。お、すごい。私鈴木里奈の第一印象は？ミスコンの時に携帯で見させていただいたんですが、吸い込まれるような瞳と白い肌で素敵な方だなと思いました。嬉しい、ありがとうございます。同感、全く同じ。自分のことを一言で言うと？好奇心旺盛です。お、好きな映画は？インセプションとワイルドスピードです。洋画ですね。はい、自分を野菜に例えると？ごぼうです。お、気になります。将来の夢は？誰かの心の支えになれるような人になることです。素晴らしい、 いいですね。ありがとうございます。ね、素晴らしいね、答えが一つ一つが。もうすでに心の支えになるような存在感があるんですけれども、はい、でまず気になったのがですね、はい、野菜に例えるとごぼうということで、はい、これは何でですか？はい、ごぼうは地味で目立たないお野菜なんです、うん、と思うんです、うん、地味で目立たないと思うんですけれども、うんうん、お料理に入ると一気にこう皆さんに親しみやすい味になると言いますか、ね、例えばきんぴらごぼうは老若男女問わず皆様にこう親しまれていると思うんですよね、うん、まあ、そうなりたいという気持ちも込めてごぼうを選びました。ごぼうなんか料理に入ってるだけでちょっとアクセントになるというか、はい、ごぼう入ってるって気づく感じがあるので、かほちゃんもなんかそんな存在感があるなってさっきから思いました。ね、噛み応えあるからね、そういう答えが ね存在感があるような、ね、はい、感じでいきましょうよ。です。じゃ次に気になったのが、うん、趣味がお散歩ということで、はい、お散歩しながら空を見ることが好きなんですか？そうですね、特にこの時期は、うんうん、もう空気も澄んでいて気持ちいいんですが、うですね、もう空もとてももう、うん、最近夕方とかは、はい、もう雲も、はい、空雲と空の色のこのグラデーションね、最高だよね、本当に綺麗で、今日もなんか紫っぽい感じで、紫っぽい、はい、レンジっぽい色で綺麗だなと思って、そんな空を見上げて写真を撮ったりはするんですか？あ、もういっぱいたくさん撮りだめて、はい、撮っています。いいですね。スリーポイントシュート、スリーポイントシュート、はい、バスケをやっていたんですか？そうですね、小さい頃からバスケットボールをやっていたんですが、うん、その小さい頃に祖父からバスケットボールを教わっていて、本当に？すごい、おじいちゃんから教わってたんですね。おじいちゃん背高いの？
祖父は背が大きいわけではない、うん、あ、じゃあ、じゃあそういうスリーポイントが得意だったの。はい、おじいちゃんもバスケをやられていた。そうです。すごいね。すごい。私もなんかあのダンスが得意なんですけど球技は全くできなくて、うん、サッカーとか野球とか、はいはい、はい、いつも体育の時に困って教えてもらう側でした。そうだったんですね。じゃあぜひね、スリーポイントシュート教えてもらえばいいじゃん。教えてもらいたいです。ね、バスケってことは結構走ったりするじゃないですか、はい、すっごいあのおしとやかな雰囲気があるんですけど、やっぱ体力あるんですか。そうですね、足が速いというよりは持久走の、うんうん、長く走る。なるほど、体力があるのね。いいね。いやそうね、俺ちょっと聞きたいんだけどさ、うんうん、はい、鈴木さんの第一印象ってちょっと気になったんだけど、はい、さっき、はい、携帯でなんかミスコンでみたいなことがあったんですけど、うんうん、はい、逆に鈴木さんを知ったのはいつなんですか。去年 の、 そのミスコン、はい、音楽のミスコンに出場なさってた時に、はい、こう出場者を見させていただいて、はい、SNS で見てくださって、嬉しいです。なんか噂とその奇跡な出会いがなんかあったり。そうなんですよ。実は2人はね、は初あの初めて会うわけじゃないんですよ、うん、はい、そうなんですよ、はい、実はあの私が去年ミスコに出ていた時のお披露目の2日後ぐらいに、あの吉国ゆいちゃん、スプラウトのゆいちゃんと一緒に逗子に行ったんですよね、うん、でその時に写真を撮りながら話してたら、あのすいませんってミスコに出てる方ですかって声かけてくださったのがカホちゃんだったんですよ。もうびっくりして、で今でもその DM が残ってるんですよ。今日はあの写真撮ってくれてありがとうございましたっていう DM がカホちゃんから残っていて、で奇跡的にカホちゃんがスプラウトに所属するということで、今日は共演もして、もう運命だなって。なるほどね、すごいね。そんなことなんだ。びっくりです。あるの、だって一ファンでさ声をかけたんでしょ、池田さんが。嬉しかったですね。鈴木さんに、あれいる、リナ姫いるみたいな感じだったよ。一番の推しが目の前にいる。なるほどね。一番驚くよね。びっくりでした。一番の推しが目の前に、今もね、あのいつこもチャンネル中で一番の推しが映ってますけどね。ありがとうございます。はい、いやでも私もそのお披露目されてから2日しか経ってなかったので、うん、まだこのファイナリストなんだっていう自覚がまだまだなかった頃なので、うん、そうやって声かけてくださって、あ、知ってもらえてる、嬉しいって思って、思い出深い出来事でしたね。も、うん、もしかしたらですけど、池田さんはですか、スプラウトに入った理由は、うん、もしかしたら鈴木さんに会いたかったという、なんかかなり、それももしかしたら、はい、あるかもしれない。なかなかないですよ。エリートストーカーですよ、なかなか。エリートストーカー。そんなことない。でもね、やっぱりなんつうの、自分がさ好きな人が頑張ってる姿見てるとさ、自分も頑張ろうって気にならない、やっぱ、はい、ミスコンとか応援してたら、はい、なるでしょ。でそれが今自分の池田さんのね、こういったところで今出演初めてされて、そういった結果にもつながっていることは、やっぱ鈴木さんの存在がね、あってもそうだし、それで応援ねしてる側でも、実は自分も応援してるみたいな形でね、カホちゃんの行動力ですよ、ね、さすが散歩するだけあってね、夜中、はい、夜中じゃそうだね、ですね、はい、いい行動力だね、素晴らしいと思います。素敵だね、あとあの、うん、自分のことを一言で言うと好奇心旺盛って言ってたと思うんですけど、はい、どんなところに興味を持つんですか。はい、あと私は、うん、もう興味を持ったら、うん、とにかくもうすぐに動きたくなってしまうので、やっぱりアクティブですね、行動力が、はい、なんかバタバタしてないとこう、ね、はい、それで、うん、ちょっとこうあんまり、うんうん、国内を旅行したことがないなって、うん、思いついた、ね、時に、はい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 、もうすぐさま、うん、青春18切符を購入して、すごい、はい、18切符ね、函館まで飛んで、そこから地道に、でも18切符が飛んでっていうよりも乗ってだね、まあ、飛んでも気持ちわかるけどね。最初函館までは飛行機乗って、飛行機乗って、飛んだのよ本当に、はい、そこからスタートで名古屋まで、あ、そこまで飛んだんですね、はい、すごいね、なかなか一人でですか、一人旅で、すごいね、どんぐらいかかるの函館から名古屋までって。1週間くらいで1週間、すごい行動力だね、はい、それはいつ回ったんですか。それは1年くらい前に、1年前、少しこうコロナが落ち着いたタイミングで行きましたね。素晴らしい、すごいね、行動力が、それは好奇心旺盛ですね。確かに、どんなことにも、はい、すぐに行動するというところ、すごい魅力的だなって思います。ありがとうございます。本当にね、もう
魅力たっぷりだね、はい、今日はそんなかほちゃんの魅力をたっぷりお届けしたいなと思います。あとね、うん、大学がねお二人とも始まりましたね。そうですね、はい、後期がスタートして、どうですか、なんか鈴木さんはなんか、うん、この間なんかイベントかなんかですか。はい、そうなんですよ、はい、このラジオでもちょっとずつご紹介させていただいてたんですけど、うん、はい、私あのフェアトレードゼミというゼミに入っていて、はい、あの学校周辺のインパーフェクトというカフェとコラボをして、うんうんうん、あのチョコミルクティーというミルクティーを販売したんですよ、はい、それが先月発売されて、はい、もう飲んだよとか、あ、美味しかったって言ってくれる方もいて、もう嬉しいなって思う毎日ですね、はい、そうですよね、なんかそのねあのきっかけになった、うんうん、あの、はい、会社の社長さんとのインタビューもね、はい、そうなんですよ、インスタグラムのストーリーの方にも載ってましたけどもね、はい、インパーフェクトというカフェの社長さんに、うん、どうやったらこう社会課題に若者が取り組んでいけるのかといったことなどを聞いて勉強させてもらいました、うんうんうん、いい機会だね、はい、なかなかなんていうの、実践でやってね、うんうん、みんなで企画して、うん、それを形にして人に届けるっていう貴重な体験だよね、うん、学生のうちで、はい、やっぱりチームで何かを作り出すっていうのがやっぱりね、うん、いいなと思います ね、 ね、素敵です ね、 ですね、ありがとうございます。池田さんどうですか、うん、学校始まったって感じ。始まっ、はい、はい、私はもう1ヶ月ほど学校始まって経つんですけど、はい、だんだんとこう、はい、もう一日のこのサイクルなどにも慣れてきて、はい、なるほど、だんだん楽しいって過ごせる。今は対面が多いですか。はい、対面が多くなってきましたね。対面がね多いと。いいですね、はい、学校もやりつついい、ね、こういった週末にはラジオにも出つつっていう、はい、充実してます ね、 いいすね、充実した、はい、夜は散歩するとい、先週はですね、はい、野田美優ちゃんと上田せりちゃんで私の好きなお菓子を紹介していましたね。おせんべいとクッキーというなんかしょっぱさと甘いもの、うん、そのコンビいいなと思って聞いてたんですけど、うんうんうん、あのかほちゃんの好きなお菓子ありますか。はい、私はクッキーとかビスケットといったものがとても好きなんですが、うんうん、その中でも特にミレービスケットというビスケットが好きです。はい、ご存知ですか。見たことあります。ちょっとレトロな感じのやつですかね。そうです、レトロなような。そうですか、はい、どんなビスケットなんですか。はい、これ周りに、うん、周りの人に食べてもらうと、うん、みんなが揃えて、はい、懐かしい味っていうような味なんですね。懐かしい味、特にこう何味といった特徴的な味があるわけではないんですけれども、うんうん、口の中に入れた瞬間にこうふわ、うん、広がる香ばしいような香り、あ、香ばしいビスケット、はい、とあと程よい塩加減が効いていて病みつきになるお菓子です。なんかこう防災用の乾パンっていうかそのお菓子に入っているような味だなと思うんですけど、そう、そういう感じですね。あ、なるほどね、はい、ぜひ皆さんにも食べてほしいですね。はい、食べてみてください。はい、私はい、ありますか。私のおすすめはアルフォートです。アルフォートね、もうコンビニで見かけるとついつい買ってしまうんですけど、はい、やっぱりあのサクサクのビスケットの上に甘いミルクチョコレートが乗っている、はい、このコンビネーションが最高だなと思う、はい、はい、アルフォートってさ、ね、季節限定の味が出ちゃう。ありますよね。僕ね、あのイチゴが好きなの、すごい。イチゴのアルフォート美味しそう。最高だよ。私はやっぱ定番の青色の青色のやつが好きなんですけど、はい、12個入ってるじゃないですか、うん、この間学校の空きコマでちょっとお腹空いたと思って開けたら、はい、12個全部一気に食べてしまってなるほど、それぐらい好きなんですよ。確かにすごい、ね、バクバクバクって食べちゃったのね、うん、ちゃいます。はい、はい、では今夜の選曲は10月に入ったということでちょっと肌寒くなってきましたよね、うんうん、はい、今日はあの私たちの思い出の文化祭についてプレゼンします、うん、はい、で秋を感じる曲もテーマに私たちが選曲しましたので、はい、楽しみにしていてください、うんうん、はい、さらに G アップルーレットやあさって10月10日は何の日かご存知ですか。セントフォースの日。そうです、ね、セントフォースの日ということで1年ぶりに帰ってきましたこのセントフォースクイズ、私は誰でしょうのクイズがあります。お楽しみにしていてください。楽しみだね。今夜もイツコムスタジオタマプラーザから生放送でお届けします。一緒に土曜日の夜を過ごしましょう。それでは今夜のオープニングナンバー、キノコ帝国で金木犀の夜をお聞きください。
お届けした曲は私鈴木里奈が選曲しましたキノコ帝国で金木犀の夜でした。今夜も始まりましたGアップスプラウト。毎週私たちスプラウトメンバーがアナウンサーとしてのスキルアップを目指して様々なコーナーにチャレンジしていくバラエティあふれる番組です。ファッション、フード、朗読劇、カルチャーなどを紹介、週替わりのテーマに沿って私たちがプレゼンします。この番組はラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイッツコムチャンネル10で生放送、 YouTube ライブでも同時に配信中です。またスマホアプリ FM プラプラでもお聞きいただけます。 G アップスプラウトでは皆様からのメッセージをお待ちしています。メッセージは E メールで msg@fm-saluse.jp msg@fm-saluse.jp または FM サルースホームページのメッセージフォームからイッツコムチャンネル10をご覧の方は画面右下の QR コードからメッセージをお送りいただけます。さらにリアルタイムでコメントしたい場合は YouTube ライブからのコメントや Twitter でハッシュタグ G アップスプラウトをつけてツイートをお願いします。はい、ここでリスナーの皆さんからたくさんのメッセージをいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。では早速読んでいきたいと思います。はい、ラジオネームニコちゃんさん、ありがとうございます。鈴木さんも新メンバーの池田さんもインスタで見た時からとても可愛いと思っていた2人なので今回の共演を知りとても嬉しかったです。これからも応援しています、頑張ってくださいとのことです。はい、ありがとうございます。嬉しいですね。SNS でねこう見てくださる方がいるっていうのはすごく嬉しいですよね。嬉しいですね。はい、かほちゃんの SNS もチェックするととっても可愛い写真があるので皆さんもぜひ見てください。じゃあ続いてお願いします。はい、ラジオネームかーくんさん、ありがとうございます。3連休初日の夜、うん、スプラウトのスター鈴木さん、そしてニューフェイスの池田さん、スタッフの皆さんこんばんは。こんばんは。この3連休が終わりますと、うん、全国旅行支援がスタートしますね。そこで お二人が平日のんびり楽しみたい温泉といえばどちらがおすすめですか？うんうん、温泉私はですね、箱根に行きたいなと思いますね。やっぱり空気も澄んでいますし、うんうんうん、美味しいご飯もあって、うんうん、なんか温泉といえば箱根というイメージがあります。そうですね、うん、私は熱海に行きたいなと思いますね。熱海もいいね。はい、温泉だけじゃなくて、うん、近くにこう初島というかこう 島もあったりして、うんうん、ちょっとこうお休みの気分をより楽しめるかなと思って、うん、はい、波の音を聞いてと、いいですね。じゃあ続いて山びこ聞いてと。そうです、山と海ですね。山と海で、ね、いいですね。でも温泉ね、これから寒くなりますから温泉も気持ち、はい、より気持ちいいですよね。はい、では続いて読みますね。はい、ラジオネームしながぴょんさん、ありがとうございます。初めてメッセージを送らせていただきます。ね、池田果歩さん初出演とのことで、うん、光の速さでプロフィールを拝見しましたが、はい、趣味の朝の散歩、特技早起きと書かれていました。うん、はい、僕は朝がとても弱くて、特に休みの日は2度寝3度寝、気づいたら7度寝ということも珍しくありません。早起きのコツがあったら教えてほしいです。初出演で緊張されると思いますが、リナさんが一緒ならきっと大丈夫、頑張ってくださいとのことです。はい、嬉しいですね。嬉しいですね、ありがとうございます。うん、そうですね、私も早く起きなくてもいい日は、うんうん、まあのんびり起きてしまう日もあるので、ね、とても気持ちわかるんですが、はい、そうですね、この二度寝しないコツと言いますと、うん、やはり二度寝の原因はこの朝起きた時の寝起きがすっきりしていないことだと思うんですね。まだ寝たいっていうね。なので私こうお布団から早く出られるような環境を事前に準備しておく。どんな環境なんですかそれは。私は特に冬が起きられないので、お布団から出ても寒くない状況を作っておく。例えばこうベッドの下にあったかいモコモコの絨毯のようなものを、ラグみたいなのを敷いておいたり、少しこうタイマー設定で起きる15分前ぐらいからお部屋を温めておいたりすると、すごい良い周到ですね。すごいね。冬って寒
く寒いから起きたくないっていうのが一番大きいですよね。はい、ね、はい、少し、はい、工夫をしてみると起きやすくなるかもしれない。そのコツを使って冬は頑張って早起きできるようにしたいなって思います ね、 もうね、思い切って寝ないなんていうね、それは大変です。それダメですかね。お昼寝しちゃいますからちゃんと寝てくださいね、皆さんね、はい、続いてお願いします。はい、ラジオネームこたてさん、ありがとうございます。ありがとうございます。りなさん、かほさん、スタッフ並びにリスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。先月末、りなさんの所属するカフェコラボ班が、うんうん、商品開発に関わった推しチョコミルクティーを味わってきました、うんうん、嬉しいです。先ほど言ったやつだね。あ、嬉しい、ね、とっても美味しかった、うん、よかったです。りなさんからは無理なく社会課題の解決に関わっていく生き方を教わりなました、うんうんうん、嬉しいです。これからもついていきます、りな姫ということです。なるほどね、りな姫と呼んでくださってありがとうございます。そうか、こたつさんの歌だよね、うん、はい、やっぱりこうなんかできることからその社会課題とかも、うんうん、地球規模と考えると なかなか取り組みにくいなと思うかもしれないんですけど、うん、私もなんかできる時にできることをという感じで、うんうんね、ちょっとずつねやったらいいんじゃないかなって私も学んでます。推しチョコミルクティーというのはどういったものなんですか。うん、そうなんで、推しチョコミルクティーは、うん、ミルクティーがベースなんですけど、うん、推しのチョコをトッピングすることで、そのトッピングが、はい、その社会課題を支援するプロジェクトに投票できる、うんうん、なるほど、はい、そういうことなんですね。なのでトッピングを選ぶだけで自分がボランティアに参加したっていうようなもので、はいはい、いいね、気軽で、はい、気軽なのでぜひ飲んでいただきたいですね。素敵、考えさせられるね、ありがとうございます、はい、では続いてかほちゃんへ複数のメッセージが届いています。一部紹介しますね。はい、お願いします。はい、ラジオネーム大江戸線さん、ありがとうございます。かほさん、初出演おめでとうございます。ありがとうございます、うん、ツイッターでお写真拝見しました。まるでお天気お姉さんのような爽やかな笑顔とても素敵ですね、うん、ありがとうございます、うん、これから様々な場所で活躍する姿を楽しみにしていますとのことです。ありがとうございます。本当に爽やかですよね。ありがとうございます、はい、じゃあ続いてラジオネームジャックさん、ありがとうございます。ありがとうございます。かほさん、デビューおめでとうございます。緊張していると思いますが、 G アップスプラウトを盛り上げてください。はい、はい、でさらにもう一方来ております、はい、ラジオネームゴンちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。かほちゃんのインスタのストーリーを見て、うん、今回初めて G アップスプラウトを聞きます。あ、嬉しい、嬉しい。かほちゃんのスタイルも笑顔もいいなって思って憧れています。食生活やトレーニングとかスタイル維持に役立っていることを教えてほしいです、うん、はい、これからもどんどん活躍してくれることを楽しみにしています。頑張ってください。はい、はい、そんなスタイル維持に気をつけてることありますか。はい、そうですね、やっぱりこうスタイルっていうのは立ち姿とか座っている姿とかがかなりこう、うんうん、そうですね、姿勢とか、姿勢とかが大事かなと思っているので、うんうん、この背中をピンと伸ばせるように背筋を鍛えています。あ、いつも素敵綺麗だなって思ってたさっきから。なるほど、じゃあ、ね、今日からちょっと私も姿勢気をつけてみたいと思います。背筋来たよ、背筋を、はい、続いてのメッセージお願いします。はい、ラジオネーム哲也さん、ありがとうございます。りなさん、初登場かほさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。初登場かほさんの趣味は朝の散歩とありますが、うん、季節も秋になり散歩には絶好の季節になりました。うんうん、そうですね。そこでお二人にこんな質問です。はい、自分の好きな場所に行ってブラブラ街を、うん、ブラブラ街を散歩して、散歩してレポートをくださいとお仕事が入りました、はい、お二人はどこに行きますか。なるほど、ブラブラ街を散歩したいといえば私は中目黒ですね、はい、あ、中目いいね。はい、なんか最近こう目黒川沿いにそのリノベーションしたカフェだったり、うん、ちょっとおしゃれな、はい、アパレルショップがあったりして、うんうんうん、多分桜で有名な目黒川だと思うんですけど、すね、はい、この秋も結構枯葉とかなんかおしゃれに、うんうん、あのコーヒー片手に歩きたいなと思いますね。おしゃれですね。想像するだけでおしゃれだ ね、 本当にもう映画浮かんじゃったでしょ。浮かびました。もうね、もう素敵なね、はい、もう多分白シャツつきながらね、シャツ着ながら、シャツ着ながら歩いてる姿が、はい、トレンチコート着ちゃったりするね。かほちゃんはどこかありますか。はい、私は千駄ヶ谷、うん、あ、千駄ヶ谷、はい、ですね、いいですね。はい、私の、うん、はい、大学のキャンパスが千駄ヶ谷にあるんですが、その大学の裏のあたりにも、はい、
実は小さなそのカフェだったり、うん、レストラン、うん、おしゃれなレストランがたくさん並んでいるのを最近知ったんですね。最近知ったんですね。まだあまり行ったことがないので、うんうんうん、そこをこのお仕事の感じでついでにこう行ってみて魅力を知りたいなと思います。それとなんか何かの裏にあるこじんまりとしたカフェっていうのが結構良かったりしますよね。わかります。はい、ではたくさんのメッセージいただいてありがとうございました。ありがとうございました、はい、メッセージは毎回出演者がツイッターで募集しているので次回もチェックしてください。はい、はい、それでは早速次のコーナーに行きましょう。はい、早口言葉にチャレンジする G アップツイスター。今夜はリスナーうどんさんが作った早口言葉です。どんな言葉が来るんでしょう。今私たちも初見なんですが、はい、かほちゃん早口言葉得意ですか。あまり得意ではなくて、うんうん、とても今緊張しています。緊張すると余計ね滑舌が噛んじゃったりするんですけど、はい、ちょっと頑張って成功させましょう。はい、頑張ります。はい、では今渡された早口言葉私がまず読んでみます。はい、茶そば、新そば、すぐそば、これを5回です。なるほどね、はい、なるほど。今日ねそばの日らしいですよ、うん、そうなんですね。だからこの早口言葉なんじゃないかなってうどんさんが作ったのかなと思いました、ね、作業のそばが入っていますか。ちょっと頑張りましょう。もう5回だから早く言わないとね、はい、そうですね、リズムに乗って、うん、じゃあ私から挑戦します。その後かほちゃんからかほちゃんが一緒にリズムに乗って答えてください、うん、はい、それではミュージックスタート。あ、5回は結構多いですね。いつも3回とかなんですけど、でも短いからね一つがね。そうですね、茶そば、ね、新そば、すぐそば。茶そば、新そば、すぐそばってね、はい、いいね。お蕎麦屋さんすぐ近くにあってね、うん、食べたくなりますね。あったかいねお蕎麦食べたいね。こんな感じだと、はい、行きますよ。頑張って、せーの、はい、茶そば、新そば、すぐそば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 。おー、すごい。かほちゃんも頑張ってね、頑張ってね、はい、フレッシュな感じで、せーの、はい、茶そば、新そば、すぐそば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 。あー、いいですよ。なんかすぐそばっていう新しいそばができちゃったね。すぐそば、なんかありそうなメニューに。すぐそばメニューがね、いいよ。いや、楽しかったですね。素晴らしかったね。はい、ではかほちゃん、ここでリスナーの皆さんにお知らせをお願いします。はい、皆さんにお知らせです。皆さんから私たちに言ってほしい早口言葉を募集します。はい、詳しくは G アップスプラウトのツイートをチェックしてくださいね。はい、採用された方は番組特製10月出演者の写真が入ったジンをプレゼントします。ふるってご参加ください。はい、お待ちしております。はい、じゃあ今の早口言葉で滑舌もバッチリ鍛えられたのでこのままマイプレゼンテーションに行きましょう。はい、今週のテーマは思い出の文化祭。10月といえば文化祭のシーズン、学生みんなが盛り上がる楽しい時期ですよね。はい、私たちの思い出の文化祭をプレゼンします。お、はい、よ、いいね、楽しみです。文化祭ってさ、うん、なかなかテーマにするって難しいなと思ったんですけど ね、 いろんな思い出がありますね。ありますもんね、はい、中高、はい、あと大学もあるのこれってね、文化祭とかね、うんうん、気になります。では早速かほちゃんからプレゼンお願いします。はい、いきますかね、そろそろ、はい、はいはい、あ、どうぞ、どうぞ。はい、では早速、私の、思い出の文化祭はこちら、はい、体力測定。はい、気になる体力測定ということですね。文化祭で体力測定ってね、はい、なんかちょっと興味ありますね。はい、どんな感じなんでしょうか。はい、私が体力測定を選んだのには2つ理由があるんですが、うん、はいはい、まずこう1つ目として、私が所属していた陸上部の、文化祭の出し物が体力測定だったんですね。部活の出し物が、はい、それで、はい、この文化祭で体力測定の教室でこう多くの時間を過ごしたので、うんうん、まず私はもう体力測定ピンときました。なるほど。2つ目としては、うんうん、私はこの体力測定行う側ももちろん楽しかったんですが、はい、毎年自分の身長を測ってもらうのもとても楽しみにしていたんですね。なるほど、はい、
中学1年生までは身長が低くて、うん、背の順も一番前だったので、そうなんですか、そう身長伸びてほしいという思いで毎年こう、うんうん、測ってもらうのを楽しみにしていて、中学2年生の夏に12センチほど伸びたんですね、うん、12センチも、はい、すごい伸びましたね、はい、なるほどね、すごい、夏が明けて、うん、この文化祭で身長を測ってもらって、うん、自分が158センチほどにぐいっとすごい、はい、すごいね、伸びたのを知って、うん、もう嬉しくて、うん、もうそれがすごく記憶に残っています。なるほど、はい、体力測定が文化祭にあるってことはその文化祭も楽しみになりますね、うん、なんか自分の成長を知れる、うん、知られるというか、うんうんうん、でも12センチってすごいですね。すごいね、12センチってすごいよ、うん、はい、中学2年生だからやっぱりあの成長の時期だったんでしょうかね、うん、そうですね、一番成長で伸びたらそんななかったら、なかったです、ちょっとずつという感じでした、うん、そうだったんですね、うん、なんか身長を伸ばすためにこれ食べたとかいうのはありますか？特にそういうのはなくて、なくて、もう夏休みずっとなんか成長痛で足が痛いといった状態でしたね、はい、そうなんですね、すごいね、体力測定はその身長の他にもあの、うん、走り幅跳びとかそういう競技もあったんですか？幅跳びはなかったんですけど、うんうんうん、立ち幅跳び、幅跳び、はい、立ち、あ、幅跳びじゃない、うん、高跳び、高跳び、高跳び、高さを、高跳びだったりだとか、はい、握力を測ったり、なるほど、握力、はい、いいですね、などがありましたね、その文化祭に行けば体力測定できるってなんか一石二鳥ですね確かに、はい、面白い、なるほど、はい、ありがとうございま す, います、じゃあ次は私のプレゼンをしたいと思います。はい、はい、まし、私の思い出の文化祭はこちら、クラスで一致団結、銀賞ゲット。はい、私 の, あの高校生の時の文化祭なんですけど、はい、私の高校2日間にわたる開催で、はい、その2日間の前に、うん、あの文化祭頑張ろう、なんかやる気でやる気出そうっていうような前夜祭があったんですよ、うん、はいはい、でその前夜祭っていうのはいろんな部活が出し物をして、例えば演劇部だとか吹奏楽部で、私もチア部に入っていたので、はい、チアのパフォーマンスをしたりしたんですけど、うん、中でも一番盛り上がるのがクラス対抗のダンスパフォーマンスだったんですね、そういうの、はい、で高校 2,3 年生しか出られないんですけど、そのダンスで競って賞を狙うっていうのが前夜祭の醍醐味だったんですよ、すごいですね、はい、で私はダンスをやっていたっていうのもあって、はい、2年間チーフを務めたんです。はい、で最初はこうクラスでいいものを作れるかなとか、うん、ダンス初心者に向けた振り付けを考えられるかなっていうのですごい不安だったんですけど、うん、なんかクラスメートの一人が、あのみんなの出し物だから、あのチーフ一人で考えなくていいんだよって言ってくれて、いい、ね、チームワークだね、嬉しいと思って、いい、ね、そこから自分だけで決めるんじゃなくて、うん、クラスみんなのアイデアで振り付けを考えたりだとか、うん、例えば当時アラジンが流行ってたんですよ、でアラジンの世界観を出そうって言ったアイデアだったり、そういうことで絆が深まっていって、で最後の方にはもう朝も昼も朝練昼練をして練習に励んだりとした結果、やっぱ銀賞を取ることができたんですね、嬉しいね、すごい、はい、やっぱり文化祭ってこうみんなで作り上げるっていうのがすごい素敵だなって思いますし、なんかこうダンスやってなくてもパフォーマンスでみんなで絆を作って賞を取れるっていうのがすごい思い出でした、はい、素敵ですね、もういいよね、なんかさ、うん、もう2人ともさ文化祭でついこの間の記憶じゃん、うん、そうですね、そう、僕大体30年前ぐらいの記憶だからさなんかやったなと思ったんだけどさ、うん、はい、なんか中学の時もやって、うん、なんか僕も賞もらったなと思ったんだけど、何をやって何の賞だったか分かんないっていうね、そう、もらったことは覚えてるけど覚えてるけど、うん、なんかねやったなと思うんですけど、でもいい、なんか思い出されるね、そういう情熱、あ、文化祭こういいなって、そうなんですよ、うん、あの情景がすぐに頭に浮かんで、例えばその賞をもらって、うん、表彰台のステージに立った時に、うん、クラスのみんなを見たら笑顔がめちゃくちゃ輝いていて、はい、泣いてる子もいたりして、はい、頑張ってよかったなっていうのを思い出します ね、はい、いや、いいお話でございますね、はい、なんか、うん、胸いっぱい、なんか文化祭行きたくなっちゃったね、そうですね、今やっぱり文化祭のシーズンで、私の学園祭も10月末にあるんですけれども、あのイチョウ並木があるんですね、学校の中に、はい、有名ですね、銀杏が、はい、銀杏がたくさん落ちていて今、はい、それ踏まないように歩くのに必死という感じなんですけど、苦労もされてるということですね、かほ、はい、ちゃんと私の思い出の文化祭いかがでしたでしょうか、うん、懐かしい気持ちになりましたね、うん、はい、思い出話や懐かしい難しい話、皆さんもありましたら YouTube ライブのコメントで教えてください。お待ちしております。
それではフーファイターズでマイヒーローをお聞きください。お届けした曲はフーファイターズでマイヒーローでした。Gアップルーレット。才色兼備を目指す私たちアナウンサーにとって、この先紆余曲折、予定調和だなんてことはあるはずもないのです。そこでこの G アップルーレットのコーナーで運命を任せ、出たお題をテーマにトークしていきましょう。ではカホちゃん、今夜のお題を発表してください。はい。好きなおにぎりの具の話、おにばな。好きなそばの話、そばばな。私の部活の話、かつばな。
私と読書、読バナ、初恋の話、恋バナ、そして当たりは、当たりは私たちのツーショットチェキをリスナーさんにプレゼント。当たりが出るよう祈りましょう。はい、はい、それではかほちゃん、ルーレットを回してください。はい、回します。はい、おい、何が出ますかね。何が出るかな、はい、あ、出ました。私の好きなそばの話。はい、そばバナですね。そばバナですね。はい、はい、好きなそば。私はそうですね、最近おそばを食べる機会が、うんうん、何度かあって、はい、その十割そば、二八そば、うん、などいろいろあるんですが、はい、いろいろ試して食べてみたんですが、はい、その中でも一番美味しいなと感じたのが、はい、とろろそばというものでした。とろろそば、はい、はい、こうあまりおそば特有の癖がなく、うんうんうん、あまりこう十割そば、うんうん、もうそば粉だけだとあまり量を食べることができなかったんですが、うんうん、とろろが少し入っているだけで、うんうんうん、一気にこう喉越しが良くなって、あ、つるっと食べられる、分かる、分かる、ね、食べやすくて、うん、美味しいなって思いました。美味しそう、はい、とろろだからちょっと冷たい感じかな、あ、うん、そういうなんか冷たさとかは、うん、あの自分で茹でてるので、あ、なるほど、そば、ね、の中にねとろろが入ってるから、はい、こうね、ちょっとね艶もあるんだよね、そう茹でた時のね、そうなんですよね、喉越しがねこうつるっと入ってくるっていうね、うん、これがいいっていうことで、ね、はい、温かいそばで食べます、普段そばってざるそばで食べるみたいな、そうですね、温かいおそばで、はい、最近は、はい、食べもいいですからね、ちょっととろろそば食べてみますね、はい、食べてみてください。はい、はい、はい、では続いて私がルーレットを回します。はい、はい、お願いします。おい、おっと、あ、いいよ、もっと回す、まあいいよ、はい、早かった、出ました、当たりです。 おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。当たりはですね、あのチェキを、うん、通称チェキプレゼントしますので、プレゼントできます。はい、ジアップ、スプラトンですね、うん、ツイッターでお知らせしますので、はい、ぜひ皆さんですねチェックしてください。チェックしてください、はい、では当たりということで、当たりということで、うん、まあ、普段ですと初恋の話ですが、もう初恋の話は以前されたりですね、なんで好きな話いいですよ、していただいて。あ、じゃあそうですね、私は鬼バナで、あ、おにぎりの話、はい、お願いします。はい、私あの鮭とか明太子とかツナマヨ全部の種類が好きなんですけど、はい、特に最近焼きおにぎりにハマってます、はい、いいですよね、っていうのも前あの深夜にお腹が空いてしまって、はい、映画見てたんですけど、はい、お姉ちゃんがちょっと焼きおにぎり作るよって言って作ってくれて、優しいお姉ちゃん、はい、でおすすめの作り方がちょっとあるのでご紹介してもいいですか、はい、うん、ごま油をフライパンに敷いて、はい、その後にギュッと握ったおにぎりに醤油をつけます、はいはい、で醤油をつけたおにぎりをごま油でカリッと焼くんですね。なるほどね、はいはい、そうすると外カリ中ふわっとなって、はい、本当に美味しいんですよ。ごま油のポイントですね。そうね、ごま油いいね。そうなんです、最近コンビニでも見かけること多いんですけど、 ありますね、結構ありますね。家であの焼いて作ってみるっていうのがすごく美味しかったので、うん、おすすめです。そうですね、ご飯があればね、手軽にできますからね、うん、はい、はい、かほちゃん、 G アップルーレット楽しかったですね、はい、当たりも出てよかったですね、うん、よかったです、はい、リスナーの皆さんに私たちの新たな一面を知っていただけたら嬉しいです。それではかほちゃん、曲紹介をお願いします。はい、オレンジスパイニークラブで金木犀をお聴きください。
はい、お届けした曲は私池田佳穂が選曲しました。オレンジスパイニークラブで金木犀でした。セントフォースクイズ、私は誰でしょう。アナウンサーのスキルアップのためセントフォースに詳しくないといけません、はいはい、そこで今夜はセントフォースのある先輩にスポットライトを当てて早押し3択クイズを質問1問出題します、はい、分かった時点でお手元のボタンを押してくださいね。はい、負けた方には罰ゲームとしてモノマネをリスナーの皆さんに披露していきましょう。はい、それでは準備よろしいですか。はい、頑張ります。はい、あさって10月10日は千住で銭湯セントフォースの日ということなんですね、はいはいはい、この番組でしかもう言ってないかもしれないですけども、ね、はい、3年前までは言ってたはずなんですが、はい、セントフォースの日ということです。で、今夜はある先輩のプロフィールを私が言いますので、はいはい、その先輩が誰か当ててください、はい、プロフィールを言った後に、その先輩の名前を言いますから、はい、3択ですのでそれを当ててくださいね。わかりました、はい、じゃあまずその先輩のプロフィールを紹介します。お願いします。2月10日生まれ、はい、特技セミ取り、セミ取り、はい、教員免許を持ってます、うん、では、はい、この先輩は誰でしょうか、はい、次の3名の名前言いますのではお答えください、はい、1海藤愛子さん、うんうん、2谷尻萌さん、お、どっちが早かった若干池田さん早かったね、はい、誰でしょうか。2番谷尻萌さん、正解です。どこでわかりました。あの教員免許をお持ちということで、なるほど、やっぱそこか。そうですね、なるほどね、教員免許、そうなんです。あとはセミ取り、セミ取り、この間 G アップスプラートに出演されてた時に、はい、セミ取りが趣味だっておっしゃっていて、セミ取りが意外だなっていうのがすごい。この間目覚ましテレビ出たらセミ取ってたよ、目覚ましテレビでも、はい、ということで正解は2番の谷尻萌恵さんです。はい、というわけで勝者は池田さん、はい、ちょっとの差でしたね、負けてしまいました。本当僅差でしたけどね、はい、負けてしまいました。鈴木さん、何のモノマネを披露してあげますか。はい、クレヨンしんちゃんのひまわりのモノマネをします。はい、じゃあクレヨンしんちゃんの、出てくるひまわりのモノマネをどうぞ。あいあい似てる、似てますか。似てるね、すごい、あ、すごいね、こんなにね綺麗でこん、ね、何今あやいって言ってたよね、言ってましたね、ってね、最近モノマネずっと連敗してるので、はい、あ、もうそろそろネタ切れになりそうなんですけれども、いや、今日はね、似ててよかったです。いや、よかったですね、はい、ということでね、鈴木さん、池田さん、これでねセント放送の先輩にもね詳しくなりましたよね、はい、バッチリです、はい、では来年のセントフォースクイズ、私は誰でしょうもお楽しみに。では鈴木さん、今夜のラストナンバーの紹介をお願いします。はい、キリンジでエイリアンズをお聞きください。
今夜のラストナンバーはキリンジでエイリアンズでした。はい、あっという間でしたね、はい、かほちゃん初出演いかがでしたか。はい、もう私は今日来る時も電車からずっとドキドキしていたんですけれども、うん、実際にこう出てみると、うんうん、本当にあっという間な時間でした、ね、はい、でも全然緊張が伝わらないくらいリラックスしてたくさん教えてくれて私もこう1年前くらいかな初めて会ったのはその時だったけれどこうやって共演できるのがすごい嬉しいなと思いますし、はいはい、私もとっても嬉しいです、ね、こうお母さんとかも見てくれてるのかな。はい、見てくれてると思います。いいです ね、 ね、それ尊敬してる、ね、お母さんということで、ね、どういうところに影響を受けたりとかしたんですか。はい、母はとにかく優しいです、うん、あ、 いいね、あとどんな時も私の味方に立ってくれる、うん、ね、はい、尊敬しています。いやすごい、ね、かほちゃんがそのお母さんの素敵な部分を受け継いでるんだろうなって優しさを垣間見ました、ね、今日はだってかほちゃんにとってはね、うん、初出演 で、うん、そうですよね、なんとあれですよ、推しの鈴木さんと一緒に出てるっていうね嬉しいです。ね、なんか嬉しいよ ね、 ね、でね、鈴木さん推しミルクティーを作ってるとかね、推しミルクティーも推しですね、推し同士で推し同士でなんかね、お届けしあったけど、まあ、こんなね嬉しいね、うん、もう運命だね、2人はこんな1年後に再会するなんて、ね、また、はい、共演できたらいいなと思います、はい、皆さんもリスナーの皆さんにもきっとかほちゃんの魅力がたくさん伝わったと思うんですけれども、うんうん、まあ、すごい可愛いとか来てるよ、すごい ね、 ね、声が聞きやすいとかね、来てますよ、あっちにエンディングってね、もう嬉しいね、こうやってね、みんなのさんの、ね、声があるからね、こうやってね、うん、はい、僕らもね、お二人ともね頑張ってられるっていう ね、 そうですね、常に見てますからね、あ、成長を見守ってくださって、ね、ありがとうございます、ね、またメッセージくださいね、はい、はい、お待ちしております。はい、それではお別れの時間があっという間に来てしまいました、はい、ツイッターの紹介をお願いします。はい、皆さん、この番組には公式ツイッターがあります。私たちもつぶやいていますのでぜひフォローしてくださいね。アカウントはアットマーク G アップスプラウト、アットマーク G アップスプラウト。また YouTube ではこの番組の録画がアーカイブされています。 YouTube で G アップスプラウトを検索してくださいね。ここで G アップスプラウトからお知らせです、はい、私たちと一緒にコラボレーションや番組を盛り上げてくれる企業やお店を募集しています。詳しくはメールアドレス fm841@fm-sarus.jp fm841@fm-sarus.jp こちらまでお問い合わせください。皆様からのご応募お待ちしております。はい、待ってますよ。本当にね、もうね、あのこの間はね、うんうん、ネイルサロンの方もね、あの新しく加わってましたんで、スポンサーの方いっぱいね、はい、募集コラボお待ちしておりますんで ね、 ね、この後もね、うんうん、また YouTube ライブで、うん、まだあとね、おまけコーナーがありますか、はい、まだ気を抜かないでね、頑張っていきましょう、この後もね。はい、はい、今夜のお相手は鈴木里奈と池田佳穂でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。この番組はチャンネル銀河、MTB、他の提供でお送りしました。